な感じでやります。風が結構強いので自分の車で壁を作って風を遮ってここでやりたいと思います。今日のメニューはですね、焼き鳥です。焼き鳥です。塩でも食べてタレも、持ってきましたので、タレをつけながら後半タレで食べようかな。最初塩いきます。トングは忘れましたけど箸がありますので箸使ったりしていきます。魔法の粉をかけます。ガーリックソルトとブラックペッパー混ぜました。チキンはチキンと焼きましょうね。火が通ってなかったらお腹壊しますからね。チキンと焼いてください。火が通ってるかが大事ですよね。これは大丈夫じゃないかな。こんな感じです。それではいただきます。火取ってるわ。うまいっさ。ネギがいい味出してますね。うまい。2本目いきます。ガンガンいきます。僕一人ですからね、一人で全部食べきってもいいやつですのでガンガンいきます。グッドアイデアです。うまい。ビール飲みたくなるねこれ。ただ僕お酒あまり飲まないです。なんか体質が合わないみたいですね。飲めないわけじゃないですよ、ただ1本2本飲んだだけでも次の日頭が痛くなって二日酔いになるので、いつも後悔するんですね飲むとね。なのであまり合わないじゃないかな。はい、タレいきます。めっちゃいい匂いです。めっちゃいい。水は多めに持ってきておくと手洗う時も使えますので便利です。
それでは早速焼き鳥弁当いただきやいただきやす。タレもうまい。取りました。結構食べたよ。結構持ってきたからね、僕チキン、めっちゃうまいですこれ。はいよ、最後だぞ。ご飯でしょ。はい、チキン最後です。終わり。あー、食った満足じゃ。Duh.